スタジアムはすでに大歓声に包まれています。キングパワースタジアムへようこそ。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、レスターシティがトッテナムホットスパーと戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。誰もが活躍を期待するケインです。福西さんはこの選手のどんな点に注目していますか？20ゴールを奪って現在ゴールランキングのトップに立っています。今日も止められそうにありません。こちらがレスターシティの先発メンバーです。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。こちらがトッテナムホットスパーの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。レスターシティのキックオフです。フォファナ、マーク・オルブライトン、ハムザ・チョードリー、狙える位置です。入ってきたぞ。クロスはブロックされました。今節はトッテナムがウエストブロムと対戦しますが、前回はホームで負けてしまいました。やり返したいでしょうね。シーズンも終盤ですが、ここでチームはウェファチャンピオンズリーグ出場圏内にランキングを上げてきました。ラストスパートをかけてきましたね。ハリー・ケイン、これはシュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。ボールがこぼれた。ジェンギズ・ウンデル、ドリブルで進んでいます。ファーの選手を狙ってきた。可能性もありましたが、攻撃は失敗に終わります。サイドのスペースを使います。うまく読んだインターセプト。ちょっと大きすぎたか。キーパーに渡りました。ロングシュートを狙いましたが大きく外れました。ちょっと入りそうな雰囲気はなかったですね。デニス・プラート、ケレチ・ヘアナチョ、ボックス内へ入れてきた。残念ながらゴールにはつながりません。ボールを取り返した。ここはカウンターアタックを狙うか。このカウンターはうまくいきません。ハリー・ケイン、パスをカットされました。サイドにスペースがあります。さあリードできるか。ボールがこぼれました。
クリアできるか。危険な位置です。緊張感が増してきます。クロスは許しません。ボールを入れました。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。デニス・プラート見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。カウンターも狙えます。まだカウンターのチャンスは終わっていません。相手に当たってコーナーキックになりました。コーナーからエリア内へ。このヘディングはクロスバーの上。惜しかったですね。もう少し落としておけばというヘディングでした。おっとボールを失いました。入ったかと思いましたがディフェンスがブロック。ケレチヘアナチョ。おっとどうしたでしょうか。マークを外止める。止めます。コーナーキックです。同点ですがここはディフェンダーが上がってくるでしょう。監督は今のでリードできなかったことについて不満な様子ですね。もう一度チャンスを作ればいけると思います。トッテナムサイドのスペースが広く空いています。今のプレーにはカードが出されるでしょうか。審判の手にはカード、警告イエローです。今のは仕方ないですね。ゴールキックから再開です。トットナムがフリーキックを獲得しました。直接ゴールを狙うか迷う距離ですが何をしてくるんでしょうか。このキックはちょっと合いません。狙ったところに蹴れなかったようですね。残念なフリーキックでした。ジェンギズ・ウンデル、どうやらサイドをつけそうです。ここはディフェンダーが読んでいました。ドリブルで相手を揺さぶります。キーパーが簡単に止めました。ピエール・エミール・ホイビルク、ルーカス、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。プレッシャーをかけられます。前半終了です。未だスコアレスです。トッテナムボールで後半開始です。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールは相手に渡りました。スルーパスが味方に通る。ケインが待っている。ボールをクリアしました。このパスはカットされます。この選手ですが前半はまずまずのパフォーマンスだったでしょうか。見せ場らしい見せ場はありませんでした。おとなしすぎですよ。後半はもう少しアグレッシブにいかないと相手ディフェンスに楽をさせてしまいます。ルーカス、相手が触ったのでスローインですね。ハムザ・チョウドリー、
メイソン・マウント、アタッキングサードでボールを回していきます。いいボールを送りたい。ハムザ・チョウドリー、このシュートを弾いた。このコーナーは誰に蹴るか。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。キエリーニが読んでいました。インターセプトされました。ゴールの形が見えたか。トットナム、コーナーキックです。リードを奪えるでしょうか。コーナーキックが入ります。このコーナーコーナーはどこを狙ったんでしょうか。そのままゴールキックです。フレッシュな選手の投入です。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。スローインです。主審がプレーを止めました。イエローカードが提示されます。先ほどのプレーでファールがあったようですね。タックルで止めました。スローインです。ここは盾をつくでしょうか。うまくボールを奪った。このタックルはファールを取られます。カードもあるかもしれません。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。ディフェンダーのインターセプト。勝ち越しゴール来るか。キーパーがキャッチしました。ケインに絶好のパス。ゴール前で振り切った。カウンターアタックはカットされました。相手にボールが渡ります。ディフェンダーが振り切られます。これは危ないですよ。アルデルバイレルトがクリア。クロスに対応します。ベルフワイン、デニス・プラート。ボールはリカルド・ペレイラへ。ボールは相手に渡ります。果敢に仕掛けてボールを奪いました。素晴らしいボールです。大きなチャンスとはなりませんでした。トットナムのスローイン、試合は同点。トットナムとしてはドローで良しとするか、勝利を取りに行くか、どちらを取るのか分かれ目という時間でしょう。入れば1点リード。キーパー弾く。決めれば勝利はぐっと近くに来るでしょう。重要なコーナー。永井健介、このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたがコースをうまく消されましたね。デニス・プラート、マーク・オルブライトン。終盤に巡ってきたチャンス。勝ち越しゴールもあるか。イヒアナチョ、
これは見事なインターセプト。相手に当たりスローインです。ここでスローイン。リカルド・ペレイラ。まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。イエローカードが出されます。イエローですか。ナチョ・フェルナンデス。スルーパスを出しましたがキーパー正面です。ジェンギズ・ウンデル。これが最後の攻撃になるか。なんとここは突破を狙う。クリアでしのぎます。危ない場面でした。ここでホイッスル。このリーグ戦は引き分けという結果に終わりました。かなり物足りない内容でしたから、スコアレスドローで終わるのも当然でしょう。両チームとも攻撃面に次への課題が残る結果となりました。